こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビッター始めていきましょう。今回は6位の筑波高川です。6位と言いましても昨年は3位でした。なので安心はできないです。スタジアム移動。ここはサクッと勝っておかなければならないという試合ですね。ちょっと相手が強い、油断できない。終了です。さあ、サツキとエリカが使ったらエリカにしてみると緑になるし、サツキでこいヒラリーレッシャーの状態。何かな、何気が疲れております。なんとかここはクリアだが、
とこちらボールはスローインですね。いいセンタリングだが、この守備が硬い、とにかく硬い。せめて同点には持っていきたいが、相手の前インサイドワークにやられております。すごいな、この流れ。もう25分しか残りありませんよ。パスと思ったんだけどな。あ、やばい、危ない危ない。マドカもいいパス出しましたね。さあ残り10分余りとなりました。これうまい。ミオがファールです。さあチャンスです。クルミがコーナーキック、チャンスは続きます。あ、取られてしまった。危ない。さあもう残り時間ほとんどありません。ヒラリーラストチャンスになるでしょう。決めてほしい。あー弱い。試合終了。こちらの方は高いですよね。もう10個フルにいただきました。というわけで、勝ち点トップとは勝ち点1のまま、3位のままです。次が函館ペンタゴンですね。でも結構弱くはないですよ。メルーンスト、森尾、木口あたり。ど
んな選手に来るかがまあポイントになりますね。次回10節しっかり勝っていきたいと思います。ありがとうございました。ゲーム動画でいこうです。